切ったー。ちょっと待ってね。来ました。でも明日は2回公演あるので、今日は30分くらい配信したいと思います。今日は30分配信。明日の公演はね、2回で、普段よりちょっと早いまで、ちょっとね、そうだから今日の公演じゃなくて配信もちょっとね、インスタライブは、確かに、どうしよう、10分くらいやります。10分ちょっとだけやります。じゃあ30分ショールームで10分インスタライブ、そう公演 でも公演あるのはもう本当にありがたいので、インスタライブ嬉しい、ありがとうございます。いやいやいや、30分と10分ですよ。公演ファイトありがとうございます。いやいや、延長しない。明日はちょっとだけ早いかな。はい、早くは、まあ、前よりね、明日行くよ。じゃあ明日ね。じゃあ明日ね。明日夜は、でも明日はね、明日の公演はね、前より早く終わるから、普段の公演は18時半からなんですけど、明日は17時からなので、1時間半早く始まるので、1時間半くらい早く終わると思うので、そう、明日の配信、10時配信できるのか。まあ、10時配信できるのか。できるかな。ギリギリかな。ギリギリできるか、できるかも。まあ、でも11時くらいかな。じゃあ11時配信。まあ、一応ね。わからない。わからない。いつ帰るのかわからないんですけど。またモバメに書くので、ぜひ。はーい、ありがとうございます。メール見ます。ありがとうございます。よろしくお願いします。無理しない、無理してないよ。 明日キャンセル待ち？お手紙もよろしくお願いします。手紙待ってます。ありがとうございます。 よかった。りょ りょ、念のため配信しない。明日は間に合うから。そう、明日、ね、公演ね、大丈夫大丈夫。間に合うっしょと言われましたね。まあ、でも今はなんか心配性なんですけど、今はね、この携帯だけ配信できる、今仕事用のこの携帯配信できないんですけど、ショールームできないんですけど、そうですね、だからいつもね、なんか念のためこの携帯持って歩いて、なんていうかな、まあたまにね、そう。まあ、もうちょっと我慢したら新しい携帯、もうちょっと頑張れば、
もうちょっと待ったら、新しい携帯買ったらこの問題ないんですけど。仕事用の携帯がある。うん、これ仕事で用っていうか、この携帯はね、ほぼこの携帯は基本的にはショールームしか、ショールームと写真放送用だけなんですけど、そうしかあまり使わない、使ってない。そうしね、 Wi-Fi がないとね、繋がれないです。そう、番号もないからね、この、まあ私はプライベート用っていうか、プライベートでもあまり配信と写真放送用しか、そう、 SIM カードもないし、そう、そうだからね、ない、全然、え、ない、なしなんだ。そうですね、写真、うん、前はそうですね、もともと台湾の番号入ってたんですけど、今もうキャンセルっていうか、もうなくなった、あの前台湾にいた時の番号もない、もう全然書いてないから、全く本当に全然書いてないから、あの台湾の SIM カードもキャンセルした、解約した。え、全く全然書いてないよ。去年は1回だけ書いたんですけど、今年はもう1年以上全然、もう本当にないから、だから解約した、もったいないからね、解約した。そうそう、うん、だからこの今この携帯はあの SIM カードがない。うん、パパ過去寂しいよ。まあパパは寂しいか。そう、日本で使えないよ、台湾の番号。あ、当たり前なんですけど使えない。そう、お父様そう、まあ大丈夫。うん、お父様ってそう、中国語でどうやって映ってるの？普通に iPhone の設定のところ、キーボードいろんな言葉の語源、いろんな言葉のキーボードを設定できるよ。そう、言語そう、普通に設定できる。逆ね、言語普通に、そう、今入ってるのは、順番はね、一番下でが、一番下よく使ってるから、一番下ね、英文字で、2番目は英語で、3番目は中音で中国語を映ってる
時、中音という反対中音で、で4番目は日本語のローマ字、5番目は日本語のカタカナ、カナ、日本語カナ、日本語カナ、なんか日本語ね、日本人は普段はねあまり、あの特に若者っていうか、あのパソコンあまり使ってない人はあまりローマ字で打ってる人がな、ね、なんかみんな日本人基本的には日本語かなの方が好きらしいので、一応もうダウンロードした。でたまにこの携帯はね、たまに変になった時、そう日本語かなも使ってる、ローマ字できない時たまに変になっちゃう、ちょっとそう、だからあのね、5番目は日本人かな、日本語かな日本語かな。で6番目は韓国語、まあちょっと前勉強したからあの設定したんですけど、今も忘れたけど韓国語ね難しいからちょっと忘れたんですけど、でも一応まだね、あのそうですね、設定のところまだあるからうん、そう、フランス語、フランス語は入ってない、もう忘れた、もうできないもうできない、削除の仕方ね、できるけど、できるけど打ってる、前勉強した時はねちょっと打てた、で成功したらめっちゃ達成感あったんですけど、今もう本当に完全に忘れたから打ってない打ってない、ごめんなさい。まあ勉強したい気持ちはあるからずっとそのままあるけど、こんな感じです、ちょっと待ってね、こんな感じです。そう2個あるんですけど、あの写り方2個あるんですけど、こっちの方が分かりやすいからこっちダウンロードした。2個あったっけ、え2個じゃなかった、日本語も2個あるけどね、ローマ字か日本語かな、かなね、韓国語も2個あった、そう、落ち方、落ち方が、落ち方ありがとうございます、落ち方、そう割れてるもうこの話もやめてください、割れてます、割れてます、はい割れてますね、はいはい、かなに、日本語かなって合ってる、日本語かな、落ち方日本語かな、なんていいかな、ちょっとまあなんていいかな、こんな感じかな、最初は韓国語で、あー危ない危ない危ない、まあでもお姉ちゃんとの大丈夫あのなんていいかな、最初は韓国語、まあ写真はお城の写真はインスタの写真なんですけど大丈夫なんですけど、韓国語、日本語、日本語、中国語、英語、絵文字、そうこれ設定したら普通にできるよ、あのそう iPhone のいいところ、 iPhone はいろんな言語できるから、そう iPhone のいいところ、そう、うん、そう本当にいいところね、前はあの台湾の携帯使ってたんですけどね、設定は英語と中国語だけ
そう、日本語の設定できなくて。言語設定も今は日本語、ずっと iPhone 使って始まったらずっと日本語だよ。そう、言語合ってる。そう、発音うまい、ありがとうございます。そう、まあ日本語の勉強もできるし、でもね、あの設定のところはね、なんかたくさんのカタカナなんかわからないたまにインスタの設定もなんかカタカナが多すぎて、なんだろうわからないカタカナがちょっと多すぎてちょっとね、なんかわからなくなった。めんどくさいなと思ったこともあるんですけど、そう、英語をカタカナ、そう、漢字ください英語をカタカナにしてるから、そう、わからなくなった。日本語も、日本人もわからない。そんなことない iPhone の説明書、あのね、説明書やつもみんな読まないけど、そう、そうだよね。和製英語とかわからない。和製英語はめちゃくちゃ難しいですよ。和製英語本当にわからない。曲も歌うときは自分何を歌ってるかわからない。あ、iPhone に紙の説明書ない？あ、ないの？ないらしいね。そういえば。わからない、なんかあってもない、なあってもなくても読まないからわからない。あ、じゃあちょうどいいね。まあ読まないけど、あ、確かに iPhone の紙の説明書ないらしいね。そうですねないね。ないの？ないね。ほーないねあっても読まないからあっても読まないから、確かにないねそう、あ、ネットで、ウェブで、報奨書説明書いらない。報奨書あるんじゃない、あるんかなはい、あ、スマホの、あ、じゃあいいね。Hey Siri え、 Siri 使ったことなかなかないからちょっとわからないですけど、 Siri と会話してる皆さん、普段シリと会話する？シリ？読み方わかんない。シリ？シリ？え？シリ？
ず呼びえあの子の名前な日本語でなシリーシリーシリよシリシリえどっち今シリ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 でしょえシシリシリで言うえシリ2番1はシリ2はシリとりあえず、ほんと ?1 番、1番だね2番、5番、5番、どっち ?5 番って何 ?1 番でシリだよね、シリ1だよ、シリだよねふ2番はお尻になっちゃうシリ、うん、確かに1は正解、1が正解、ありがとうございます。シリが、普段みんなシリと会話してる？私はたまにする？何の会話する？気になる。会話してる？会話してる。だって。へえ。おお、意外と便利よ。なんか便利だよね。自分あんまり、あ、iPhone じゃないか。うん。アラーム全部消して。え、本当に反応してくれる。え、すごくない？本当に普段はね、あまりシリと、まあ前はね、めちゃくちゃ iPhone 憧れてたんからめちゃくちゃ友達の Siri と結構遊んでたんですけど自分が iPhone 持ってからあんまりなんか iPhone 使う前は結構 iPhone が憧れててでも高かったんから前は学生だし給料がないからそう高いもんだから本当に頑張って買ったの今のこの配信してるこの携帯は頑張っめっちゃ頑張って買ったのそうだから友達の iPhone はねそうねそうですねはいアキトアキトじゃなくて何時かなそうそう前は友達のシリと遊んでた遊んでたでか会話してたそうでも自分持ってからあんまりもうあんまりうん何シリシリシリちょっと待ってシリにマチャリの動画を見せてって言ったら YouTube 動画を紹介されましたマチャリのありがとうございます私のシリはね私自分の名前言っても私のシリは正しい名前書いてない反応できないはいおありがとうございますありがたいそうマチャリという単語入ってないらしいですね私のシリの中でマチャリン知らない誰みたいな感じうんそう私のシリはねマチャリンのこと知らないそんなことあるわからない自分の発音が悪すぎてかむ悪いかもしれないけどうんうんそう私のな「Hey Siri 私の名前は」なんか設定のところをなんちゃんかさ設定してくださいみたいと言われる
あ、時間が、わあ、もうちょっと。30分になったら、あの、ランキングね。え、でも、話めっちゃ面白いから、うわあ、どうしよう。そこ楽しいから続け。まあ、でも、まあ、YouTube で、まあ、シリとの会話の動画、まあ、たまに見ちゃうけど、そう、でもそんなに。ほら、炎上する。うん、アップデートしてる、してない、そうかな、してないから、うん、さらにちょ、どうしよう、じゃあそろそろランキングね、あとでまたあのインスタライブやるから、なんで前はね、アップデートしたらなんかあのなんか違うと言われて、よくない、あのアップデートしたらよくないから、アップデートしない方が絶対いいよと、そういうなんか聞いたことあるから、だからアップデートは全然してないで、まあ、じっと地獄だから、今配信、ショルームできない。じっと地獄、自業自得、なんだろう。じ、読めない。自業自得、合ってない。自業自得、合ってなかったわ。自業自得。なんですけど、そうだから今この携帯はね、ショールームできないアップデートしてないからね、で容量不足だから今はアップデートできない状態なので、そう、自業自得、自業自得、自業自得、合ってるかな、自業自得、自業自得、難しい、うん、そう、アップはできないね、大丈夫です、もうちょっと頑張れば新しい携帯頑張ります、これは頑張ります、え、高いけど頑張ります、うん、全く同じ状態です、携帯はマチャリの携帯と同じ状態、アップデートできないかなってこと、うん、そうね、新しいの買いたいけど、でもなんかちょっと迷ってる、今新しいの買おうか、新しいが出たら10とか8プラス買おうか、なんか新しいのあったら前のはめっちゃや、なんかめっちゃじゃないですけど結構安くなるんじゃない、そうだからちょっと悩んでる、でも新しいのあったらちょっと、そう安くなるよね、普通はなるよね、そうちょっと悩んでる、みんなは新しい iPhone 買う方はいますが、安くなります、そうですね、でも新しいのなんか容量めっちゃ多くなるし、画質も前より良くなるね、写真を撮りたいから、そう悩んでる、そう結構容量がちょっとね、そう予約したよ、早い、でもやっぱり写真の画質はね、まあカメラも持ってるけど、でもカメラね、いつもカメラ持っていくのはちょっとできないかな、そう
あのメモメメモリーめっちゃね、そう、まあ250は確かに十分なんですけど、へえ、わからないんです。でもこれからたくさん動画撮りたいからわからないんです。まあ、うん、そうですね。そう、アイドルじゃないからまあ私ももともとはね、あの AKB に入る前もそんな容量はそんなに多くなくては、普段はあまり自撮りしないからね、そう、地味な学生生活はそうなんですけど、今は結構毎日写真を撮ったり、そう、SNS地味だったよ、めっちゃ地味な学生生活だった。そう、自撮り普段はあまり遊んでないか、遊んでなかったから、そう、写真はあまり撮ってなかった。地味だったの、まあ地味、ちょっと地味かな、今考えたら。そう、33分、じゃあそろそろ。お化粧は学生の時あんまり化粧してない、そう、学校もいつもスピンピンもう黒歴史はい、じゃあそろそろ終わりますよ、もう34、じゃあそろそろランキングいきまーすそう、地味、うん、もうめっちゃ前の写真見たくないくらい黒歴史地味はい、じゃあ今からランキングを読み上げます。うん、13位はマクさんです、ありがとうございます。12位はカナブさんです、ありがとうございます。11位はぴょんぴょんしてるあさま、ありがとうございます。じゃあ10位はたかさんです、ありがとうございます。じゃあ9位はすずかさん、すずかさんです、ありがとうございます。じゃあ8位はかたさんです、ありがとうございます。次ははやてさんです、ありがとうございます。6位はあさかさんです、ありがとうございます。じゃあ続きますよ、5位はリニアさんです。うちのシリさんもマシャリにならないわ、マーチャリーの動画紹介された、なにこれ笑ってマーチャリーってまあそうですね、そうになるわね私のね、もうわからない、私のことわからないね、まあ仕方ないじゃあ続きます、次は4位しぎさんです明日公演頑張ってくださいね、熱きエネルギー送りします2回公演体力大丈夫かなね、最近ちょっと自分の体力は本当に年のせい、本当に最近自分ちょっと体力がちょっとない、なんでだろうね、まあでも頑張りますもう今日はゆっくり休んでエネルギーと止まってください読めない、ありがとうございます、でもちゃんとついでありがとうございます。はい、じゃあ続きます、3位はよっちーさんです、配信お疲れ様、明日公演頑張ってね、ゆっくり休んでね優しい、おやすみなさい、あ、でも後でちょっとだけインスタライブやるからまだお休みじゃないよ、うん、じゃあ続きます、2位は清丸です、私も iPhone に中音入れてるけど売ってない
お互い同じじゃん。私看護語ね入れてるけど押してないわ。完全今は最初勉強した時はなんか分かる、なんか折ったら覚えやすい。そう今は、ね、勉強したい気持ちだけあでも同じ同じ勉強します。私も韓国語勉強しますね。うん、今はシリに AKB のマチャにしてると聞いたら AKB の曲流したAKB の曲してるけど AKB のマチャに知らないかな。うん、さらへんよ、ありがとうございます。はい、じゃあ最後1位は10位です。今日、あぶ、明日魂を燃しに行きます。ちょっと大丈夫です、魂はちゃんとね。インスタの投稿で言いたいのはファンじゃなくて、まあびっくらきたいですけど、私何書いたの、ちょっと待って、やばい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 、マーフィーがやばいやばいやばい、ピンで書いちゃった、マーフィー、うん、やばい、投稿してもう 2,3 時間だったんけど、マーフィーですけど、はい、やばい。ありがとうございます、私の携帯今返事ありがとうございます。やばい今携帯はあーいーぼーあいぼーあいぼんじゃないんですけど、なんだっけ、相棒いつか相棒を iPhone が、はあ、目が iPhone と思った、 iPhone じゃないですけど、いつか iPhone を買ってマチャリン可愛いでしょってシリとオタクの話をするは夢です。いやいやいや、多分シリはマチャリって誰になっちゃうから大丈夫です。大丈夫です、シリは私のこと知らないから、はい、ちょっと間違ったごめんね。うん、じゃあ、皆さん見てくれてありがとうございます。今からじゃなくて30秒後からインスタライブをやるから、ぜひ30秒後ぜひインスタライブに集合。じゃあまた後でね。そしてマチャリのモバメとインスタとツイッターとショールもぜひ登録してください。じゃあまた後で10秒後すぐバイバイ、インスタライブで見てねー。